っちはなかったよね。うん。で、ど真ん中にここの線があるところに。どれぐらい？重しになるくらいかな。これかな？できるだけ手前に広げてね。まだ浮いちゃうぞ。まだ浮いちゃうぞ。うまいところに落ちた。はいよ。もう行かないね。うん。こっちまだちょっと浮いてるよ、ほら。うん。もうちょっとご飯薄めでもいいじゃん。ちょっとこれじゃこすり。どうしよう。携帯持ってた。ねえ、なんかデートレーニャーとか会社かするんだ。一応わさび入りのソースがつくのは禁物。これ君はよ、パパよ、にゃん用です。にゃん用。じゃあアボカドソース入れてね。入れるよ、もちろん。にゃが入れてっていいだけ、好きなだけぐらいとか、それぐらいまで入れる。なんかご飯干からびてるような気がする。干からびてるよね、どう見てもな。やっぱりやっぱりなんかちょっと作るのに時間かかったんじゃ。はい、これ。ここにいっぱい具が乗るから。こんな感じでいい？ちょっとごつい？ちょっとごつい。うん。いいんじゃない？うん。さっきやった。何乗せるんだっけ？最初は。ルー。ごぼうさんですね。ごぼうさん。あ、もう太いの難しい。手でいくか。手は嫌だ。はあはあ。大人の箸で手を切るか。ああ、それにごぼうさん長いしね。ごぼうさん。クレーンゲームと一緒で、この辺からしたらいいか。お？はいはい。次は、人間好きだから、そういうことして、あ、キュウリ行く。キュウリって人参出しちゃってください。いいよ。キュウリさんもしか見にくいな。手でいいんじゃね？いや、箸でいい。埋めてね。多少ブスッと。はい。これにしよう。それ誰だっけ？教えて。この子誰だっけ？名前教えて。かんぴょうです。てらーん。おいどうしようかな。ひーばーちゃんのふんどしみたい。ふんどしってね、あなたは。端はどうするんだっけ？難しいんだよね。うん。っていうか、あなた言ってないな。
どうしようかなと思って、これにしよう。一応入居できないのは君たちです。うん、端っこは長めのやつ、真ん中はちっちゃめのやつじゃないと逃げちゃうから。誰が？しいたけさん。しいたけさん逃げるの？逃げるよ。逃げないでよ。嫌だねって言って。嫌だね。ほら、もうヤンに伝えるぞ。うん、待ってね。だから大きいのは外側の方がいいって、ちっちゃいの内側。こっち？うん？いや、こっち外側でしょ、端っこ。うん、ここ内側でしょ。ここにちっちゃいのがあったら。別のニュースを言ってるのが皆さん、ついのせうなさん、こっちにしよう。うなぎは逃げないようにこっちって言わなかったっけ。上でもいいけど。うなぎさん、逃げやすいんだよね。でも逃げるってどんなふうに？ん？食べよう、こっちから食べようと思うと、向こうからピューって逃げちゃちょっとうなぎ欲しい。いや、うなぎたっぷり入れるに決まってるでしょ。あ、なんであなた逃げるのよ。うん、そのくらいでいいんじゃないか。真ん中にばっかし寄ってると、まあ、もうちょっとこっち。はいはい、あなた、こい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 、なんであなたに逃げすんの。きーちゃん、横に横に置いてね。